俺の元カノが作ったハルキクイズはい、ということですね、はい、まあ、YouTube 界には、まあ、メンバーに関するクイズみたいなものが結構流行してるわけですよ。はいはいはい。まあ有名なところで言うと東海オンエアの〇〇王みたいなね、あると思いまして、あると思いまして、まあ、結構あれをねみんなやってるんですよ。なんか〇〇王ならパクってもいいみたいな風潮がありましてね、はい、個人的な思いとしまして、東海より先にね夕闇がやってるんですよ。まるまるをもうメンバーのクイズをね。ああなるほどね。ごめんなさい、先かわかんないですけど。うん。それ重要じゃないそれ。ごめんなさい、嘘つきましたけど。投げ出して、投げ出したやつを、うん。俺はそっちの方が好きなんですね。ああ。それは、本人がクイズを考えてきて、4択問題を答えていくっていうやつなんですけど、うん、まあそれやりたかったんですけど、まるまるやってもちょっと思んないなということで、はい、まあこの世には元カノという人種がいます。まあ多分、家族の次ぐらいに自分のことを知ってるやつです。確かに。かもしんないよ。そう、かもしんないですよね、はい。そいつにクイズを作ってもらいました。なるほど。なるほどね。はい。僕は別に、こんな問題作ってとか言わずに、クイズ作ってくんねって言って作ってもらったんで。おぉ。まあ一応読みましたけど、これ入れてくんだっていうのもあります。イエーイ。これ恥さらし動画です。なるほどね。というわけで今回は俺の元カノが作った俺クイズをやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、全6問です。そんなの。おー、はい、あれだね、じゃあこれで負けたやつが次の回、そいつ。あー、そうしましょう。あー、負けたやつにこうバトンが回った形式にしましょう。バトンするいきます。はい、第1問。はいはい、ハルキに告白された時のシチュエーションはどれでしょう。うわうわ、いや、はずはず。1、出かけた日の帰り際。2、恋愛映画を見終わった後座ったままさらっと。3、泊まった時のベッドの上。4、公園でキスされた後。いえーなんだよこれ、恥ずかしいな。いや、きつ。ちなみに高1の1月頃から5ヶ月ぐらいの彼女です。4だったら、ちょっとキモいな。おいおい。じゃあもっち。はい、2番。カイト。1番。のせ。1番。レイ。2番。おー。えぇー。どっちかだよな。帰り際か、映画の後。どっちかだよ。映画ってどういうことって思って。うん、正解は、3番です。マジで。やばいよ。ガチで言ってる。聞いてください。はい、これは問題が悪い。問題が悪い。これは問題が悪い。ニトリ。ニトリじゃないですよ。そういう、あれ、違う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 。いや違う。告ったのはね、ここじゃないのよ。イブの日に赤レンガ倉庫に行った帰りに告ったの。1時かよ。で、保留されて、なんかその前からなんか泊まる予定があったのね。付き合ってねえのに。え？で、なんかそこで、なんか、返事もらったか、もう一回言ったか、どっちか。なるほどね。というわけで3番でございました。意外すぎる。なんか、はずこれ。第2問。はい。うわ、恥ずかしいこれ。はい、ある日が、宿題とか作業が嫌になって、ん？彼女にする行動はどれ？で、1、まあ、座ったままこう手を広げて、おいでって。いやー。1です。なんかもう。で、2、自ら近寄っていってひたすら甘えてくる。3、もうストレス溜まりすぎてクッションを投げ始める。4、黙々と食べ始める。かけた、みんな。かけました、かけました。お、じゃあレイ。2番。のせ。2番。もっち。2番。カイト。1番。うわー。いや違う、こいつね、ここいつマジ可愛いキャラだったのよ、ずっと。そうなの俺。お前なんかね、なんかもう可愛い子をこうなんか演じてたんだか、そうかもしれないけど、そういうキャラだったのよ。俺の中で、女子受けを狙った可愛さを。おい、やめろ。絶対これ。やめろ。正解は、はい。1番。ほら来たー。ほら来たー。でもありそう、ありそう。いや、その考察が合ってるかどうかは別として1番ですね。山はこうだったもん。おいで、おいで、おいで。やめてくれ。最悪だ。おいでよ。知らない俺が発掘されるのがめっちゃ恥ずかしい。わかるわ。第3問。はい。丸×問題です。おぉ、まあ、丸か×か書いてもらって。俺当てたいな。カイトとだったら、できると言ったことがある。おぉ。どういうこと？彼女がカイトとだったらやれると言っ
ったことがあるんだよね。え、彼女が、彼女が、あ、来ました。はい、待って待って待って、なんかわかんの。あ、え、どういうこと今カイド、え、そうだよ問題カイド、だから意味わかんない。カイドとなったら、できると言ったことがある、丸か×か。あー、そういうことか。え、もう二択でしょ。二択です。もうね、気持ち知らねえ、そいつの。確かに。じゃあ、もっち×カイド丸のせ丸レイ丸。おーおー、まあ、理想じゃね、普通に。まあ、俺だからってこと。俺言うもん。まあ、確かにな。そういうこと言うもん。俺結構言うもんな。うん、正解ははい、バッ、よし、なにこの、どういう意味が、何この問題、どういうことだったっけ。俺もわかんない。4時ってなったけど、よくわかんない。勘で当てただけだもんかな。第4問、はい、はい、当時クラスの何人かで公園で遊んでいた時、それ高校生でやって楽しいんと思う遊びをしていました。それは何でしょう。おー、1カバディ、カバディ、2フリスビー、3タコ揚げ、4手つなぎ鬼。もうこれ分かった、多分分かった。俺もいけた、行きました。じゃあ乗せ、4番手つなぎ鬼。カイト、2番フリスビー。も、もっち2番フリスビー。レイ、3番タコ揚げ。おー、割れたねー。え、これだってハルキと言えばかんない。そう、ハルキと言えば、ハルキと直樹は一生フリスビーしてたから、ね、それ高校生がやって楽しいっていう部分にミソがあると思う。別にフリスビーやってよくないって思う。確かにな、やっても思う。正解は、はい、2番フリスビー。おい、これはね、当たったと思った。おいおいおい、マジか。これは来たと思った。そりゃそうだよ、そりゃそうだよ。おい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 、これはね、こいつが悪いよ。フリスビーよくないか。フリスビーむしろ高校生からだろ。ちゃんと2000円する競技用のやつ買ってんだろ。え、めっちゃいいやつよ。で、超飛ぶよ。今度やろ。最後も、はい、ハルキはコンドームがベルがきついですか、丸か×か。え、それいいの。これ文章おかしいなって思ったんですけど、まあちょっと改ざんしないとこうと思って。まあ、まあ、要約すると俺のチンコが L サイズか M サイズかってことですね。うん、いいですか。はい、どうぞ。レイ、丸のせ、丸、カイト、丸、モッチ、丸。おお、え、全員 L きついと思ってるんですか、俺のチンコ。え、はい、入る、 L 入るから丸なんで。じゃ、きつい、きついですか。ああ、そっか。じゃあ×、じゃあ全員 ×。 OKOKOK、 そういうことね。正解は、はい、全員正解。おー、これ L サイズがちょうどいいです。はい、何の話してる。フリーライフなのにゴムすんな。いろいろ重ねんな。最終問題、はい。当時のエピソードで実際に会ったことはどれ。1、付き合う前にすでに手をつないでデートをしていた。2、これあんま良くないですけど、二ケツでいつも帰っていた。まあまあ。3、帰り際バス停で好きになったきっかけを言ってきた。4、クラスの男女でなんか手遊びゲームをしてるだけで嫉妬していた。じゃあ最終問題は、まあ、複数回答がある可能性があるということで、はい、まあドンピシャ当ててる人を1位として、そっからまあ回答が当たってる順で下っていって、 3ポイント、2ポイント、1ポイント、0ポイントっていう風に点数を配分します。はい、はい、じゃあもっち、はい、1番と2番。おお、回答1番と3番。おお、のせ、1番と2番と4番。おお、よっしゃ、1番、2番、4番。よっしゃー、よっしゃー。熱いな、それは。まずい。来い、来た。正解は、はい、まず1番正解です。オッケー、オッケー、オッケー。まあ、まあ、ここでね。みんな1、みんな1。こっからだな。2番正解です。よいしょー。おー、弱くね、こいつ。よー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 。3番正解です。よし、よし。そして4番が、お、あ、そう、まだ正解です。おい、全部じゃねえか。ってことは、ってことは、わー、え、ワンチャンある。レイとのせに3ポイント。おお、え、順位つけんじゃん。俺らも、あ、でも、まだ俺らも言って同じになっちゃう。じゃんけんでよくね。じゃあそうしましょう。まずじゃあレイとのせがじゃんけんしてください。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。よし、のせ3ポイント、レイ2ポイント。で、もうちょっとカイトじゃんけんしてください。
最弱チェックポイント。よし、おい待って、ってことは4点、3点、4点、3点、3点、3点、俺とレイがまた今だ、やばい、やばい、いけ、待って無理、普通に無理。じゃあガチ最終問題、はい、俺がその元カノと付き合った日、記念日ですね、はい、はいつでしょう。はい、これで近い方が正解です。できた、来い、乗せともっちもできた、一応行ってきました。じゃあまずそこから見よう、せーの、20、28。おお、あ、じゃあカイト10日。おお、まあまあまあ、中間ね。レイ11。おお、怖い、怖いやつや、やばい、怖いやつやん。もうお前、これ10より前か後かで決まるね。これで負けた方が次回の元カノクイズのこっち側になってもらいますんで。やばい、マジでやばい。正解は、はい、俺が元カノと付き合った記念日は1月、2日です。ということで、次回レイの元カノクイズを、バイバーイ。